作るとやってるんで楽勝でしょう。強気のコメントいただきました。続いて馬尾さん、コメントお願いします。やってみたら分かると思います。やってみたら分かると思います。さあ、ワオケン、さあ先日の京都予選の時も私も見ましたが、さあなかなか独特の動きをする系ではあります。さあこの辺に注目したい。ワオケン対ビートテル、さあ静かに戦う。さあ、手前に金が出ましたか。お、追いかけ失敗か。対戦さあ、勝利できっちり。さあ、突破するところどうしようか。びっちりガードしきったらさ、これは確かに空中ヒットになってしまったか。さあ、竜巻この後、さあ、クロス投げ、超クロス投げ、セービングもかなりダメだったからギリギリレベル1だった。さあしかし逃げジャンプに引きつけたんですが、どうする。さあどうきっちりガードまだこれしきない。さあしかし前に来たところをローリングで潰す。一セット目が見とける。さあしかしワオケンはこのラウンドゲージをうまく稼いだか。さあゲームはゲージがかかってから、さあワンチャンス捕まえてからか。そのところさあローリングを殴る置き攻めで、さあきっちりグラウンドを置かせてもう一丁いく。さあ投げはマメスですかす少年めちゃくちゃ、ちょっと気のなかったか。さあ剣はバックステップ低性能なので、ああいう場面でなかなかバックステップを使いにくい。さあこの辺の曲がりのテクニックに、おっと醤油見れている。スライディング、さあ画面に入られるところでさあ関係押し返す。勝利を入れ返します。さあお互いセービングのあっぱりと、青剣も面白く勝利。ここも様子見のラウンドと言ってよかったでしょう。シーシのまま1セット目、勝利。さあここ逃げ切れるか。フロントの画面端はかなり厳しい。ほくらせ投げるめくる、おっとダウン。さあ止まらず逃げる、投げて置き攻めどうする。さあ前中クリアドル、これは惜しい。ここゲージが2本あるので、昇龍のフェイント合わせて投げてきました。1セット目を分け、さあ、これはさあ、投げた。さあお互いなかなか手を出さない、見せ技は見せるが手を出さない。さあお互い何かを狙っているのは間違いない。じっくり戦う見せてる、じっくり戦うの。ゲージ2本先に溜まったのが近づく。
さあ、それで芸術ができた。さあ、屈伸。さあ、頼むか。波動を一発にするにも警戒している。さあ、ローリング。さあ、頼むか、威力さあ、短いか。さあ、先ほどのローリングでエースを握りました。リゾテルが先に1本、ワオテンが2次リード。1セット目と同じような展開。さあ、身を組みている。おっと、さあ、波動吉。さあ、道を止める。さあ、奥の瀬で影を潰したか。波動のバリア、ちゃんとナイパッチ。さあ、8台キックだったか。しかし、これはリゾテル取り返して1-1。さあ、これまで1-1ですが、お互いの手の内を見せていない、そんな気がする。さあ、ひたすらお互いの牽制の試合。3ラウンド目で勝負のところ、お互いの手の内は分かったのか分かってないのか。自分の手の内をそろそろ出していきたい。これが最終ラウンド。さあ、1分バカになったかのようにドリンク打ち続ける。リゾテル出し切る。さあ、しかしブランカ投げで、ここをさあ、ポンテストを置いてローリングで少しずつ削りに行きたい。さあ、ワオティンはどうやって出るか。勝利でゲージを止める。さあ、中盤にさあ、インス勝利、これがヒーローです。Thank you.